ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ GT3RS 2016年式11000キロこちらの車両をご紹介させていただきます。今回このご紹介させていただくのが991.1、はい、要は前期の RS ってことですね、うん、でもこれはもう僕こう予習 しても、うん、こうするまでもない、うん、いろんなところでレビューありますしもう詳しい方もたくさんいると思いますし、はい、この辺ちょっといいなと思っている方は、はい、多分結構いろいろ調べられていると思いますので、うん、今回ちょっとこうレビューは外装のレビューっていうか、うん、いいかなと、はい、まあ、皆さんもご存知のところだと思いますので。そうですね、はいはい、なのでまあオプションチェックと、うん、まあ、あとは結構この辺乗られる方だと気にされるのは多分外装のコンディションだと思うんですよ、はいはい、ちょっとその辺を中心に今回お届けしたいなと思います、うん、はい、でまず今回色いいじゃないですか、ラバーオレンジ、はいはい、この辺の色を探している方もいらっしゃるので。あ、そうなんですね、はい、なるほど、うん、少ないながらも結構目に見ま つきます目に、はい、はいはい、そしてオプション的にはこれヘッドライトが、はいはい、そうですね、一番高いやつが、そうです、はいはい、装着されてございます、はい、なんでもう GT3RS って言ってもいろんなものがオプションなんで、結構こう豪華装備の RS もあれば、割とこうもう本当に走るに徹した、そうですね、スパルタンだね、スパルタンのやつもあるみたいなんですけど、今回のは割とまあヘッドライト一つとっても機能がついてますから、まあ豪華装備の方に分類されるんじゃないかなと、はい、あとはまあ前回りのこの辺じゃないでしょうか、傷関係、はい、コンディションが非常にいいんじゃないかなと、非常にいいと思います。ちなみにサーキット仕様は今回されてないお車、はい、うん、されていませんですよね、はい、なので飛び石も少ないですし、しかもこれ、はい、画像だとちょっと映像だと分かりづらいかもしれないですけど、はい、プロテクションが貼ってありますね、もう前回り全部、はい、貼ってあるということで、うん、かなり防げてるのかなと、はいはい、でこれこの辺は、うん、上に貼ってあるんですね、これ上に貼ってありますね、ですよね、はい、うん、まあ、貼り方もいろいろあってその閉じ込めちゃってたりするのもありますけど、そうですね、こちらの車はプロテクションの上に、はい、貼っております、ストライプが貼ってあると、はい、あとは気になるところといえばこの辺かなと、はい、もう純正でこの低さですから、そうなんですよ、もうどうしようもないですよね、はい、まあ、少しだけここ、そうですね、当たったこの辺にちょっとあるかな、前と、はい、ほんとカサカサっとした感じはあります、ただこう割れちゃったりとか、はい、はい、っていうのはないんで、そうですね、完全に欠けているとかっていうのもないので、まあ距離相応のコンディションかなと、はいはい、こんな感じでございます。であとは横を回っていきましょうか、はい、タイヤが純正装着のカップ数ですけれども、そうですね、まあ、この辺から見て分かると通りサーキット仕様はされてない、はいはい、もう全然溝も1万キロありますし、うん、はい、まあ、年数的に新車装着なんで2016年式ですよね、そうです、はい、なんでちょっとその辺気にされるんで、あ、タイヤは1回変えてますよ、2019年ですね、あ、ごめんなさい、19年、はいはい、変えてますね、失礼しました、なんで、うん、まあ、タイヤ自体もまだそんなに硬くはなってないのかなと、はいはい、でミシュラン定番のオゾンクラックなんかもないですし、はいはい、まあ、この辺なんかも買えると高いですからね、そうなんですよ、うん、まあ、中古で買ってすぐ交換なんていうとタンクついちゃいますから、はい、まあ、非常にコンディションがいいんじゃないかな、あとこちらの車、リフター、うん、オプションのものが装着されているということで、はい、まあ、日常使いも、うんうん、かなりいいのかな、はい、であとは呼吸オプションが、おお、はい、いいですね、 PCCB、 はいはい、ポルシェコンフォ、分かりません、セラミックコンポジットブレーキでしたっけ、はい、はい、がついてございます、はい、これももう高額オプションですからね、そうですね、ついてたら嬉しいなと、はい、はい、こんなのも装着されてます、でプロテクションは、はい、このフロントフェンダーのとこまで貼ったんですね、そうです、はい、で上は、はい、こうピラールーフで、はい、A ピラーのここまであったんですね、そうです、切ってあるんですね、はい、そこで、でルーフは全部後ろまで、はい、でドアだったりだとか、はい、ドアミラーは貼ってないんですよね、ドアミラー、ドアミラーは貼ってあります、はい、はい、こんな感じになっております、でドアが貼ってないんですね、はい、でここが、うん、ちょっと新車のものか後からペイントしたものか分かんないですけど、はい、グロスブラックグロスに、ね、はい、なってます、なってると、うん、で割とこう素地のパーツ多い GT3RS ですけども、はい、まあ、ちょっとしたところ塗ってあげるだけで高級感もアップするのかな、そうですね、だと横はこの辺がプロテクションなんですね、うん、そうです、だから純正のストーンガードそのまま大きくした感じですね、ちょっと大きくした感じです、はいはい、だ結構この辺 もうタイヤも出てますし、はい、飛び石も食らうところなんで、はい、まあ、この辺
貼ってあると、まあ、これから使っていただくのも安心かなと、うん、そうですね、ただちょっとこれ反対側はちょっとこの辺飛び石がそうなんですよね、プツプツプツっ と、はい、少しありますので、はいはい、ちょっとその辺気にされる方は、まあ、塗っちゃうっていうのはちょっとあれですよね、全部塗ることになるので、そうですね、はい、まあ、ちょっと原車確認していただいた方がいいかなと、はいはい、だと後ろが、はい、同じようにカンプ2、うん、あ、後ろは新車装着のものですね、はい、うん、15年のはいタイヤ、ただそんなにいや、ね、全然、はい、乗った感じも見た感じもそんなにまだ劣化は感じなかったですね、うん、おそらく屋内保管で、はい、そうです、はい、大切にされてたお車じゃないかなと、はいはい、こんな感じになっております。あと後ろをそのまま割っていきましょうか、はい、後ろもコンディションが、はい、非常によろしいです、うん、はい、で当然無事故ですから、はい、補修もはいした後もありませんし、あとプロテクションがここが貼ってあるんですかね。そうです、リアウィングここ貼ってありますね。これもあれですよね、上からこのロゴのステッカーが貼ってある感じですね、はい、うん、貼ってあります、うん、こんな感じで。ちょっと僕あんまりこう GT3RS 比べる機会がないんですけども、藤川、はい、さん的に見てコンディションは結構いい方、うん、コンディションはかなりいい方だと思いますね、はい、やっぱりちょっと勝手なイメージですけど、ちょっとやっぱり走る車なんで、はい、もう年式もまあそれなりじゃないですか、うん、特に前期だと、はい、コンディション結構バラバラになってきてるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、結構荒れてる車が多いですね。なるほど。で、事故歴車まではいかないですけど、あの修復され、直されている車っていうのも結構多く見受けられるっていう車の特性上しょうがないんですかね、うん、まあ、車が車ですからね、ちょっとぶつかったぐらいだと、はい、やっぱりこう価値がガクッと下がらないし、うん、そのまま修理されて市場に流通することなんかも多いですから、あ、極めて高いですね、その可能性が。やっぱりしっかりしたものを選んでいただきたいと。で、今回の場合はかなり外装のコンディションもいいので非常におすすめです。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装も結構オプションなんですね、うん、そうなんですよ、僕知りませんでした。あ、そうですか、はい、はい、まずこのカーボンパッケージ、はいはい、まあ、ダッシュ、うん、まあ、あとはドアなんかも、はい、いろいろカーボン化されている、うん、はい、これいいですね。らしいですね。らしいです、はいはい、まあ、スパルタンの方が好きな人からすると、はい、いや別にいらないでしょってなるかもしれないですけど、うん、やっぱりここまでの高級車はやっぱり見た目も重要かなと。そうですね、はい、そして一番目につくのはこのステアリング、はい、これはなんか後から交換されたものということですか。そうですね、後から交換された車外のカーボンステアリングになってます。だいぶ個性が主張されてますけど。そうですね、形がちょっと独特ですね。これ純正も一応あるんですよね。はい、純正もあります、はいはい、なので純正に交換してほしいというご依頼いただいても大丈夫です。なるほど、はい、で、あとは僕意外だったんですけど、スポーツクロノが GT3RS でもオプションなんですね。そうですね、はい、今だって結構車種によっては標準の車もあるじゃないですか、うん、この間つい最近撮影させてもらったカイエンクーペ、うん、標準なんですよね。あ、カイエンクーペは標準なんですか。そうなんですよ、すいません、カイエン標準じゃないですけど、はい、クーペになると標準なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、この車格だったら最初からつけてくれよと思うんですけど、うん、なんか僕の、あの認識だと、はい、そのボクスター GTS とかケイマン GTS とか、あの GTS グレードとかって911もそうだったかな、標準だったような気がしたんですけどね。 GT3RS は、オプションですね。あ、でも走りになるから逆にあれなんですかね、うん、本当に余計なものをつけないようにと思いますね。ポルシェって本来そうでしたよね、あの小さいボディで、あのレスポンスのいいエンジン積んで車、車体をなるべく軽くするっていうのが、何ですか、車は911の作り方というか、いや、もう徹底して細かい部品でもそうです、つけないっていう設定が、そうなんですよね、できるようになる、はい、あとはもう一つ大きなポイントとしてはレザーパッケージ、はいはい、レザーパッケージもいいですね、うん、なんかこの紐とレザーのコントラストが、うん、はい、いいですね、うん、高級でスパルタン、はいはい、なんか GT3RS といえども皆さんがサーキット走るわけじゃないじゃないですか、うん、サーキットじゃなく普通に使いたいっていう方にしてみれば装備が豪華な方が、そうですね、はい、でも確かにフェラーリとかも役付きってこう、うん、スポーツ色が強くなるんですけど、はい、しっかりこうなんか色気残るじゃないですか。そうですね、はい、その流れでいくと、はい、まあ、ごく自然な感じなのかなと、はい、まあ、最近のスーパーカーから考えたらありかなっていう、もうスーパーカーですからね、もちろん、はい、はい、ちょっとなんか軽く乗ってみたいと思います。はい、乗り込むとちょっと古化けなんで、はい、ちょっと
だらしない体型僕には乗り込むのは辛いですけど入っちゃうと楽ですね。楽ちんですね、はいはい、でこのペダルもオプションということで、うん、はい、はい、ここもいいですね。ちょっと映えますね、うん、かっこいいですよね。そして僕あのポルシェのこのフルバケ、うん、合うんすよ。あ、はい、これ若干猫背じゃないですか、うん、はいはい、結構こうシートもレカロシートなんかだとこう背筋ピーンをこう強要させるシートなんかもありますけど、割とこう、うん、もうすごくマニアックな話で言うと、うん、レカロのもう廃盤になっちゃったフルバケ、うん、TSG、はい、一番猫背のやつ、うん、あれにちょっと割とこう近いですね。近いかな、確かに、うん、そして先ほどちょっと触れたステアリングはこんな感じで、はい、この辺はまあお好みで、そうですね、はいはい、触っていただけるというのが、うん、ただ純正全部流用できてるタイプなんで、はい、なんかなくなっちゃってるとかっていうのもないですし、うん、はい、まあ、一応センターマーキングも入ってるこんなステアリングになっております、はい、であと、この辺大丈夫ですよねこんな感じになってて、そうですね、はい、で一応ナビと、うん、はい、ナビはこれ純正クラリオンでしたっけ。そうです、はい、当時純正クラリオンですね、はい、ついてると、うん、でおなじみの、はい、PDK、はい、7速です、ね、うん、そうです7速です、はい、あとはこの辺、はい、もうこの辺ももう触れるまでもまでもないですね、はいはい、で一応リフターがついてるんで、これが一応リフターの上げ下げボタン、はい、はい、だとエアコンは、うん、標準マニュアルエアコンだったと思います ね、 すね、これオートエアコンなんで、はい、オプションですね、はいはい、こんな感じになっております、はいはい、であとは、まあ、ちょっと改めてになりますけど、他のところはアルカンターラで、はい、はい、そうですね、でピラーだったりルーフだったりも、うん、バイザーもアルカンターラ であとは後ろのこれじゃないでしょうか、ジャングルジム、いいですね、はい、最高です、最高です、はいはい、これちょっと視界的にはどうなのかなと思ったら、うん、ちょうどこのそうなんですよ、 V 字に切れるところで、はいはい、後方視界が撮れるようになってるんで、でそんなにちょっとカメラでこう撮ると、うん、ちょっと狭く感じちゃいますけど、はい、実際見るとあこんな感じかな、こんな感じなんで割と、うんうん、気にならないというか、そうですね、はいはい、ただちょっとこの、うん、振り返ったここ B ピラーから後ろはやっぱり棒があるんで、うん、ちょっとこう視認性は良くないのかなと、うん、はい、気がします、はい、はい、で後ろは本当に物を置いちゃダメなんですよね、はい、飛んでっちゃうから、うん、はい、あとはこのアームレストの、はい、これもオプション、そうこれオプションです、はい、メーカーロゴぐらいタダで入れさせてくれよって思いません、うん、フェラーリとかもそうですけど、あの入れさせてくれよとか、はい、入れとけよって感じじゃないですか、いや本当ですよね、言ってみたら、はい、はい、でもかっこいいですよ、入ってると、はい、しっかり入ってると、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。もう開けてありますんで、はい、よいしょ、はい、何も見えません、何も見えません、はい、GT3 が 3.8 ですけど、はい、RS になると4リッターですね、はい、4リッターになると、はい、これが、ね、リッター125馬力、うん、はい、だからもう相当熱い走りが、はい、500馬力ですね、はい、こんな感じのエンジンルーム、これもカーボンなんですね、カーボンですこれ、なるほど、はいはい、でそのまんまのちょっとトランクの流れでいくと忘れちゃいましたけど、うん、このリアのガラスとか、うん、はい、ガラスじゃなくて、はいはい、アクリルですね、はい、まあ、細かいところでいくと前期後期でこれが違ったり、そうです、はい、ここが違ったりとかですね、はい、もうそれはまた見てる方の方が詳しいと思います、そうですね、はしょります、はいはい、じゃあ続いてボンネット側のトラック見てみたいと思います、はい、これはもう普通の彼らとかと変わらず、はい、はい、ほとんど一緒ですね、はい、当然肉だから4駆モデルよりかは若干広い、広い、はい、こう出っ張ってないですからね、そうです、こんな感じで意外にちょっと普通なところがちょっと、うん、はい、なんかもうここら辺もうなんか使えなくなっちゃってるとか、なんかそんなキャラクターじゃないですか、はい、車の流れ的に言うと、うん、だこの辺は意外に使えちゃうんで、はい、まあ、これそうです、ね、ちょっと遠出する車じゃないですけど、うん、まあ、ちょっとこうなんか積んでいくぐらい、ちょっとしたでも旅行バッグ入っちゃいますからね、まあ、あとはそのレーシングスーツじゃないけど、あ、そうです、ね、着るものとシューズとヘルメット、はいはい、ヘルメットと、まあ、その辺が入る、あ、全然入りますね、はいはい、そしてフードも良くないですかこれ、うん、ドライのすごいですよね、こうやって見るとなんかこう、なんかこう内側で見るとえぐいなって感じしますけどめちゃめちゃ剛性ありそうな本当ですね、これでも多分恐ろしい金額なんじゃないかなという、そうでしょうね、はい、こんな感じになっております。続いてリフターの動きも見てみたいと思います、お願いします。
続いて天井周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。うわー、めっちゃこうソリッドというかですね。レーシングカーですね、はい、ここ。これ間違ってたらすいません、はい、これ結構、うん、このメカの音がはいガラ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 、はいはい、でこれ結構991.1っていうのは、うん、節目の車というか、はい、大きく変わった、はい、最初の車っていう認識でいいんですよね。どういうことですか。997の GT3RS までは、うん、空冷の腰しら使ったエンジンで、はい、991.1 からガラッとこう、はい、全部新しくしてきたですよね、うんうんはい、そうですね。基本的にはそれでいいと思います。ただエンジン自体は相変わらず東芝ボルトのままですよね、はい、そうなんですか。だと思います、確か。なるほど。991系も後で調べてください。了解。間違ってたらもうこの辺は本当に、うちポルシェ大好きカメラマンですら、はい、いやこれオプションでしたっけ、オプションじゃなかったでしたっけとか。そうなんだよねあれっていう、本当にこうややこしい、うんはい、一個一個調べないとちょっとすぐには回答が出なかったり、そうそう、はい、しますんで。でこれが、まあ、ちょっとあえてこう、うん、負の部分に触れちゃいますけど、はい、出たての頃こうエンジンのそのコネクティングロッドかなんかのボルトに問題があって、最初に収めた700台ぐらいが全部リコールかかって、はい、大騒ぎになりましたよね、これ。そう、はい、エンジンの世界で。ですよね。はい。まあ、そのぐらいちょっとチャレンジングなこととあって、はい、まあいろいろ革新的に変えた、うんはい、最初の車という。うんうん。で何でもそうですけど、初めのこの第一歩の車って。うん、いろいろこう評価分かれますけども、はい、作り手の気合としては、うん、やっぱりかなり気合入ってるんじゃないかなって僕勝手に思うんですよね。いや相当だと思いますよ、はい、じゃあ早速話もほどほどに、はいはい、高速に乗ってみたいと思います。はい。ドキドキがちょっとおおはい、前回にできなかったです。ずるずる滑っちゃうんで。なんすかね、でもこうおっとっとっていう加速でないんですよねちゃんと前に蹴ってくれるので、はい、ステアリングちょっと添えてれば安心です。そのレベルです。本当に僕みたいな素人が乗っても全然大丈夫です。僕今回こうハンドル握ってないんで、はい、単純にこうシートにかかる G しか分かんないですけど、はい、なんか本当にこうなんだろうな、ジェットコースターの加速に近くないですか。そうですね、はい、ピタッてはまって、そうグリッてこうグイッてもう一直線なんですよ。そうなんですよね、はい、どっかの部分でこうゆっくりっていうか回転の上がり方が変わるわけじゃなくて、はい、もう一直線です。こういう動きもないんですよね。ないですね。こう進んでいく感じですよね。そうです。特に僕ずっと FF 乗ってたんで、はい、FF ってやっぱりトルクステアがあって、はい、こう音とってなりながらこうグワーって加速していくじゃないですか。そうだね。もう本当に引っ張られていく感じ、うん、これ本当に押し出されていく感じしますよね。そうですね。なんかもう本当よく言いますけど蹴り出されるというか、はい、後ろから蹴られるというかその感覚ですね。
でまたこのメカノイズと排気音が両方後ろからするじゃないですか、はい、でよりそれをなんか感じます、はい、乗り心地はもう本当に、うん、あの車と一緒になってますそうですね、確かに路面の、はい、まだ柔らかい方ですからね、はい、ちょっと硬くしてるんで、これで今足回り、ああ、ね、全然硬いですね、ああいいですね、全然硬いです、はい、もう路面の細かい凹凸まで全部お尻で分かる感じ、はい、ですね、はい、なんか何でしょう、こう硬い、すごい硬いものがしなって動いてるっていうか、なんていうんですかね、だからタイヤがグリップを失う感じが、怖さがないんですよね、そうですね、そうずっと路面に張り付いてる感じですね、そうですね、すごいですね、これね、さっきのしていただいたのベラールなんで、はい、対局です本当にあの雲の上を走ってるかのようなふわふわの乗り心地からこのもうカミソリみたいな、はいはい、ね、めちゃめちゃリジットな乗り心地、はい、硬いって言ってもなんですかね、こうただこう硬いじゃないんですよね、うん、そうなの、ちゃんと路面捉えてますよね、そう、なんか本当にね、こうちゃんとしなってる、はい、なんですか、しなやかなんですよね、しなやかっていうとなんかちょっと誤解されそうなんですけど、柔らかいとか緩いじゃないんですよね、決して。これってだからタイヤもめちゃめちゃ重要だなと思うんですよ。いや大事ですよこれ。ですよね、はい、これタイヤのグリップ変わったり硬さが、コンパウンドの硬さ変わると、だいぶ乗り味がこれ変わります、変わっちゃう車じゃないかなって、うん、もうそれ助手席乗ってても分かります、ね、はい、そこまで含めてのね、ファクトリーでのセッティングじゃないですか。だからその本当にタイヤの次変える時の、タイヤの選択を間違えてしまうと車のキャラクターがガラッと変わっちゃいますよね、はい、変な車になっちゃうと思います、うん、でもちょっといじるにしてもタイヤチョイスはかなり重要かなと、うん、そうですね、大事ですね。いやこれ本当にレーシングカーでそのまま行動に出ちゃった感じですね。本当ですよ、なんかすいませんって感じですよね、この後ろこれ出しちゃってすいませんって、ほんとほんとすごいね。で、あの中で聞いた時もそうですけど、やっぱりこの音ってポルシェしか出ないですね、うん、そう、確かに、エンジンのこのメカノイズと、うん、この短い独特の排気音、排気管からこう出るあの独特の音、はいはい、が混ざった音って、うん、もう聞けない、確かに、僕からは、本当になんか機械と一体になってるっていう感じがします。そうですね、これでも割とその制御系はかなりこう、はい、結局1からはいやもうだいぶ先進的なもの、はい、うわこのキレ、うわおお滑った、最高です、いいですね多少強引に切れ込んでも全然助手席も怖くないんですけど、はい、そうですよね、なんかあの全然怖くない、そう、速度とか車に対する慣れがなくて怖いっていうのはあるかもしれないですけど、冷静に乗ってるとあのハンドルもフロントの接地感もリアの接地感も逸脱しないんですよ、あの助手席でそういう感じられるんですよ、わかりますか、はい、あパターンしないなっていうのは、はい、そこがすごいところですよね。だから初めて僕997の GT3 乗ったのが、はい、まあ、改装しなくちゃいけなくて結構な雨だったんですよ、大丈夫かなと思ったんですけど、はい、普通に乗れるんですごいなと思いました。安心して乗ってられました、むしろ。これでも助手席でこれだけ感じられてすごいな、うん、ハンドル握ってなくてこれですからね。そうですよね、タイヤが人がどれぐらいこうグググってなってるかが分かるみたいな、あーなんかそれってすごくいいよね、はい、車好きな人にとってなんか動きがこう挙動がリニアにこう伝わるっていうのが、こうこれもう完全にブラインドで飛ばさないですけど、はい、でもなんかこう安定感っていうんですかね、こういう風に走ってても、はいはいはい、なんですかね、昔のあるあると違って前が逃げそうな感じが全くないんですよ。昔っていうと空冷時代ってこと。あ、そうですそうです、空冷時代と本当もうこうアクセル踏んでしまえば、はい、ね、前が浮くので、はい、
よく言うのがそのアクセル、ポルシェ RR 乗る人なんかアクセルで曲がるんですよなんてよく言われたんですけど、だからそれ乗っていくうちにだんだん分かってくるんですけどね。今の RR ってそこまで極端じゃないですね。普通に本当乗れちゃいます。楽です。すごい、もう、まあ、いいな。車いいんですけどね、ツッチーと違って僕このシートは合わないですね。フルバックはもうそこはしょうがないかなと思う、はい。フルバックはもう調整しようがないですからね。そうなんですよ、まあ、高さとかはできますけど、はい、この締め上げとか背中の角度はどうにもなんないですから、ね、全体的にはこう穴が開いてるんで、はい、調整したりとかですけど、はい、いやーこれでも車好きな人が、うん、この間もついこの間 YouTube で動画見せて、はい、なんかモータージャーナリストの人が出てて、はい、でその司会の女性の方に、うん、何々さんは何千台も乗ってこられたんですよねみたいな、うん、一番今まで乗った車で一番いい車はどれですかって言われて、うんうん、ポルシェですって即答しましたからね。あ、でもちょっとそれ違うだろうと思ったんですけど。なんでなんで、 いや、いい車、好きな車なんですかって聞かれてポルシェですって言うんだったら分かるんですけど、あ、そっかそっか、いい車はね、いい車なんですかって言われてポルシェですね。あ、なるほど。決していい車じゃないじゃないですか。そうだね、まあ、いい車ですけど、うん、万人受けするかって言ったらそんなことないし、そうですね、こんなにこうキャラが濃い車も、うんうん、なんでまあ難しいところはありますけど、はい、まあ、でもこう好き、運転が好きな人をこう魅了するというか、はい、うん、他にないなっていう、うん、ではポルシェの何でしたっけ、現役で走ってる率7割でしたっけ、8割でしたっけ、なんかありましたよね、その話。そうです、そうですよね、はい、今まで発売した車の7割だか8割がまだ現役、うん、そうなんですよ、うん、これがもっと加速するわけですよねえ、石川さん、うん、うわめっちゃシフト速くないですか。速いです、めっちゃ速いです。今 PDK スポーツにしてるんですけど、はい、シフトショックもそんなに大きくならないんですよ、うん、ゲームじゃないですか。本当です。これもう何ですか、無駄にアップダウンしたくなっちゃいます。もう吸気の音と排気の音と全部聞こえてくるじゃないですか、後ろから。この吸気の音気持ちいいですよね。いや気持ちいいですね。あー、この音っす。普通の車って吸気と前から吸気の音がして、はい、後ろが排気なんで、はい、同じ位置から聞こえることってまずないじゃないですか、はい、これ独特っすよね。独特です。あとはこのロールケージが入ってるおかげもあるか、うん、ボディがめっちゃ硬い。いや、めっちゃ硬いですよ。めっちゃ硬いですよね、はい、だから結局タイヤ、あの足が動いて、はい、タイヤもグイグイ押し付けられるっていう相乗効果があるので。おお、本当にゲームです。楽しいです。ああ、サーキット行きたいです。いやー、本当っすね、これちょっとサーキットで進化を発揮する気がしますね。ただまあ車もサーキットだと消耗早いじゃないですか。そうですね、うん、多分これ本当にいい意味でいろんな使い方があっていいのかなって。そうです、うんうん、なんかポルシェのその GT3 とか、はい、その RS のモデルって、はい、もうなんだったら納車されて、はい、ディーラーから帰りがけにそのままサーキットに行けるスペックじゃないですか、はい、だからって行かなきゃいけないわけでもないし、そこで楽しむ必要もないですし、普通に乗ってもらって日曜日の朝ね、ちょっと高速を、そうですね、はい、ゆっくり一周して帰ってくるって、はい、それだけでも楽しいし、はい、持ってる価値はあると思うんですよね。もう究極のはカップカーへどうぞっていう感じで。あ、そうです、もう、もう本当そうですよね。はい、もう時間でオーバーホールが決まってる、あのカップカーへどうぞって感じで、はい、
まあ、本当にストリートまで視野に入れて楽しめる限界の車かなっていう、はい、確かに、はい、うん、結局速さ求めるとキリがないし、そうですね、結局手間になっちゃうじゃないですか、はい、うん、だとしても、うん、どこのどの速さを求めるかによってもまた違うじゃないですか、確かに、はい、圧倒的にこう踏んだ瞬間の速さを求めるんだったら排気量プラススーパーチャージャーだったりとかとぶっといタイヤですよね、そうですね、うん、もしくはそのワインディングを気持ちよくヒューヒューと軽く走る下りが好きだよっていう人であれば排気量いらないし、より軽い車の方が速いかもしれないですしね、はい、まあ、あとはサーキットでタイム削るなんていうとやっぱりもうこれ以上のスペックが必要になってきちゃうから、そうです、うん、やれもっとはアライメントが調整できるアームにしたりとか、そうですね、はい、タイヤもなんて始まっちゃいますからね、はい、これはでもやっぱりちょっと一つの完成形ですね、そうですね、うん、ナンバーついて街走れるんだから、いや本当っすよね、はい、車重1400キロしかないんですよね、今時の車でびっくりどうかしてますよ、本当にどうかしてる、それが500馬力で飛んでいくんですよ、うん、これでも本当にこれがなんかちょっとこれこういうの別枠で残してくれないですかね、ね、思いますよね、うん、残すべきだよね、こういうのも全部だって台数も決して多くないじゃないですか、はい、だこういうのもなんか一括りにしてなんか環境に悪いみたいになっちゃうと、うん、むしろ残した方がなんかちょっとプラスの効果がありそうな気がしますけど、そうですね、例えばすごくこういろんなことができる財力を持ってる人がやる気になるかもしれないじゃないですか、うん、いや分かんないですよ、分かんないですけど、うん、なんかもう今とにかく全部、まあ、体感とかあの辺にも頑張ってほしいですけど、そうですね、これはこれでちょっとこう一つ、はい、やっぱりちょっとどうにか生き残ってほしいね、でも少なからずとも、はい、僕らもお客様と話しててやっぱりいい車乗る、はい、そこにね向かって頑張るっていうある意味こうお仕事に対するモチベーションが上がったり保てたりとかっていうこともあるわけですから、確かに、うん、ただのこう欲だけではなく、うんうん、ね、いやこれ車好きだったら幸せになりますよこの車、本当ですよね、うん、いい車だこれは、僕こんなすごい車、はい、使い切って振り回すなんてできないから、はい、本当に許されるなら自分で買ってガレージに入れて、はい、たまにこう本当空いてる道をプーっておとなしく行って帰ってくるだけでも、はいはいはい、なんか所有する喜びもあるし、はい、そうですね、はい、なんか憧れでもあるしっていう、僕朝方の C1 走りたいいいですね4時ぐらいに4時ぐらいに回ってみたいです、はい、車めっちゃ硬いっすね、ん、めっちゃ硬いっす、めっちゃ硬い、めっちゃ硬い、足が硬いんじゃなくてボディーが硬い、いやボディーが硬い、これロールケージすごいな、すごいね、だって昔走り屋の先輩が3人のフォードアかな、はい、乗ってて、まあ、ちょっと引き合いに出す車がちょっと対局で恐縮なんですけど、はい、ロールケージ入れたんですよ、はい、もうドアの締まりが全然違うっていう、あ、そうだよね、ドアなんてそんなこう剛性必要するもんじゃないし、うん、思って、うん、ちょっと開けてみてっていうから開けて閉めたらもう全然全くこうよれないっていうか、そうだね、響きがもう全然違うんですよね、うん、だってちょっと前の国産スポーツカーってジャッキアップした時にドアの開け閉めできなかったんだよね、できないできない、でもロールケージ入れたりとか、うん、タワーバーだったりとか入れてしっかりと補強した車って開け閉めできるもん ね、 うん、でもさドイツ車すごいのってさ別に特別補強しなくてもさそういうところって開け閉めできちゃったりさ、そうですね、できます、ね、それがさらに補強してるわけですから、そうです、このジャンクルチームやばいっすよやばいよね、バッテンにして
あれ GT3RS って車検ウィングがついてる通んないんじゃんっけ。え、いやなんかあるっすよ。いやいやいや、新車の登録がウィングなしかなんかで登録してあって。そうなの。そう。あら、なんだっけな、それ救急、それ違うよ。え、違うんじゃないの。いやいや、ほんとっすよ。で、陸地によっては通らないんですよ。あの救急 7GT3 じゃなくて、それ。いや、救急7じゃないと思いますよ。救急1.2だっけな。持ってったらダメって言われて、で調べたら、はい、新車の登録はウイングなしで登録してあって、あれ、それひどい、後からつけて、意外とひどい話じゃないですか。確かそんなん書いてましたね。あ、そう。いやー、あっという間でした。最高です。やっぱり走りが楽しい車いいっすね。はい、本当いいです。今日一日で本当にベラールとこれ対局の車乗せていただきましたけど、うん、2台持ってたら超幸せなんじゃないかって。いや、超幸せでしょう。本当にあのソフトな乗り味のベラールとこの超ソリッドな、うん、もうアドレナリンガンガン出るようなこの、本当ですよ、 GT3RS 最高です。いやー、ポルシェ本当になんかこうグレードのラインナップうまいっすね。うまいっすね。彼らから始まって、はい、一番天井はこの RS があるわけじゃないです か、うん、だか自分のその求めるところによって、うん、その走りの厚さ度をこう、そう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 、はい、だって911乗ってても、はい、またもう一回次911買おうって気になりますよね。あ、こういう展開にされると。確かに。例えば巣の彼らだったら、はい、次じゃあ S、 いや 4S 乗ってみようとか、はい、4駆どうなんだろうとか、はい、でその後どうなのって言ってターボ乗ってみたりとかね。確かに。で GT3 乗って、なかなか他の車でないですね。いや、多分ないと思いますよ、うん、だって911っていうくくりの中でこうバリエーションが確かに豊富なん でそれぞれが味あるじゃないですか。考えてみたらないよね、そんな車ね。ないっすね、うん。まあ、そもそもスポーツカーでこれだけバリエーションがある車ってないですもんね。そうだよね、不思議だよね。フェラーリなんかワングレードじゃないですか。ワングレードってグレードっていう概念があんまりないじゃないですか。ないね、まあ、確かにそうっすね、うん。いや、このなんかこうデフの音っすか、うん、ミッションの音すか。そう、ミッションの、 フライホイールの音と、はい、そうですね。うん、これもう確実に RS じゃなかったら、うん、あのお客さんから苦情が出る、はい、壊れてるっすね、イオンがするってことっていう、そのレベル、はい、いや最高です、うん。いやー、最高でしたね。最高ですね、はい、やっぱりもう今買うべき1台じゃないですか。どうですか。ちょっと予算が許すなら買いたいです。私は許させましょう、はい、じゃあ。本当ですか。じゃあちょっと審査の方、はい、はい、でやっぱりもうコンディションいいですから。そうですね、はい、まあ、このままコンディションいいまま乗っていただいて、うん、はい、時々非日常を味わっていただくなんていうのもいいと思いますし。いいですね、まあ、やっぱり走る車ですから。そうですね、ここからガンガン使っていただいてもいいのかなと。はい、はい、まだまだ1万キロですから。そうですね、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はポルシェ GT3RS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。